ドミトリー・クルランツキーは、ロシアの現代音楽の作曲家。モスクワ出身。1976年、モスクワ生まれ。生は、ラトビアのクールラント出身者であることを示している。フルート奏者としての活動を初期に行った後、留学先のフランスからほどなく帰国した。その後、モスクワ音楽院の作曲家へ入り直して、レオニード・ボブレブに指示した。2003年度、 ガウデアムス大賞のほか、いくつかの受賞歴を持つ。2019年には、現代音楽アカデミーインプルスの作曲講師に就任している。作曲作風の模索期には、スペクトル学派なども参考にしていたようだが、ジェルジ・リゲティのレクイエムの研究を経て、セクション間の音響のエネルギーの激しい落差に目覚めるようになってから、才能が開花した。ガウデアムス大賞受賞作となった。 イナーモストマンでは全曲の特殊奏法をシンボル化し素材をローテーションさせる技法を編み出した。その後はノイズ同士のスれ合いへの変愛やブロック構造的な還元落法などで名声を獲得した。バヤンやダブルアルプホルンなどの通常では用いられることの少ない楽器の使用に長所が発揮できている。2006年にはドナウエ信玄音楽祭で 新作のオーケストラ作品が演奏された。現在、最もロシアで前衛的な作曲家が集ったストラクチュアルレジスタンスグループ所属。ありがとうございます。